せミリさんのお家でお休止しているクルルとサラサです。あ、ご予約のお客様ですか？1名様でチェックインご案内しますということで、今日はエスポワールに来ました。エスポワールはなんかツイッターとか見てたら知ってるかもしれない、閉店しちゃうんですよね。エスポワールってフランス語で希望って意味なんですけど、某パレスで船、希望の船、うん、希望の船って歌いつつもすごい絶望の船だったっていうね、伏線かなっていう内容とかも見てたら分かると思うんですけど、レジ金を盗むとか、レジ金を盗むためにバックヤードにカメラがあるんですけど、こうやって位置をね変えて見えないようにするっていう、ちょっと確信犯すぎるからね、せめて直してほしいよねお客さんから直接お金を受け取ったりとか、そういうのもあって、なんかこれの何がダメかっていうと、エスポワールのメイドっていう名前を借りて自分だけ利益を得ようとしてるところがダメなんですよね。いいよね。そうなんですよね。そこな行為なので、エスポワールっていうメイドの質をその人が勝手に落としてるんですよ。それが良くないですよね。で、なんかメイド喫茶に来たことない人は、うん、それがなんでダメかっていうのが分からないかもしれないですけども、うん、でもお店自体がもうダメなんですよ。それが2個前の出禁案件みたいな動画を見てもらえば分かります。そこにも金品の受け渡し禁止って書いてるんで ね、はい、こういうことが起こった理由みたいなのも結構こっち側にあると思ってて、それはすごい反省してるんですけど、実はなんかエスポワールはこう一番新しい店舗だったんですよね、この系列の中で。それで初めてここだけはちょこちょこは来てたんですけど、この中だけで作っていけたらなって思って、上の人があんまりこう関与せずに作っていこうとしたお店なんですよね。最初の方は結構順風満帆に進んでたんですよね。あ、いい感じになったねみたいな感じだったんですけど、そしたら過信しすぎた、ね、過信しすぎて、やっぱり人ってこう見てないとどん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 その負の気持ちの方が連鎖しちゃってて蔓延しやすいんですよね。なんでそれで結構モチベーションが保てなくて、その中でもやっぱり頑張ってくれるメイドさんはいたんですけど、うん、そっちが少数派になっちゃう、 それでどん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 崩れていっちゃったみたいな感じなんですよね。そこはすごいちゃんと見れなかったっていうこっちの落ち度がすごいあるんで、ちょっと反省してます。ツイートした時に絶対これエイプリルフールでしょとか言われたんですけど、エイプリルフールで住むんだったらエイプリルフールで住みたいですよね今コロナウイルスとか流行ってるじゃないですか。そういうのも相まって結構大変なんですよね。ダメージを結構受けてて、でもこのままだとそのどん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 されていっちゃうじゃないですか。やっぱでもそのまま終わるわけにはいかないのでね、これからちゃんと進んでいくためにもね、負の連鎖を断ち切って、今も YouTube とかをね撮っているわけなんですけど、これからちゃんと復帰できるように最善を尽くそうかなって思ってます。はい、でですね、エスポワールはその店内が多分系列の中だけじゃなくて、ひいき目なしに見ても秋葉原のお店の店内の中で一番多分可愛いと思うんですよ。ですごい凝ってて、なんでちょっと今日はね紹介していこうかなって思いますおかえりなさいませ。ご主人様1名チェックインです。はい、こちらが受付となっております。でね、かわいいあのボトルがいっぱい並んでて、でこっちの方はね、かわいいカラフルですごいかわいい、壁がキラキラするようにね、こだわって作りました。普通のライトだったら可愛いんですよ。はい、こちらが主にご主人様に座っていただく席となっております。はい、ここはね、すごい真っ白な大理石のテーブル で、ここのアーチ型になってるところがね、すごい可愛いポイントです。可愛いです。で、椅子も白と黒で可愛い。こちらがカジノスペースになっております。すごいメリケースするんですけど。声かけてくる。じゃあ私はね、このダルマでかけようかな。じゃん。これあのエスポワールのダルマです。どこがいいかな。ここかな。7、8、10、11 いいかけ方さ、私は、ね、あ、こんなにこんだけベッドしたいと思います。私中二病なのでね、はい、13? 13、おー、13 はい、はい、クルのターン、今からね
回していこうかなと思います。やり方はちょっと私あんま分かんないんですけど、えい、何が出るかな。あ、27。どう？かすってないですね。あー、かすってないか。00置いとけばよかったな。かすってないけど。次、酸素のターン、いきます。どこに出てたんだっけ。7、8、10、11か13。逃げる気ですね、なんかめっちゃプレッシャーがすごい。18。クルルが20何番か、28？ 違う、27だ。私27で、私が18で、ベットしたのが7、8、10、11と13だったから、まあ、かすってない。はい、今日も見てくれてありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日も元気にいってらっしゃい。